今日は鉄腕アトムとウランちゃんおります。アトムとウランちゃんは髪の毛に当たる部分が黒いので、黒い髪を使っておらなければいけないんですが、それだと見づらいのでオレンジ色の髪を使います。まず裏側を見て、髪の裏側を見て四角に半分に折ります。折り目をつけたら一度開きます。そしたらさっきつけた折り目に合わせて両側から折り寄せます。そして開きます。そうしたら今度はこの角をこう寄せてきて、この線をこの真ん中の線に合わせて、こういう感じです。折るんですけど、ちょっと待ってくださいね。ここまで半分だけ折り目をつけます。両方とも同じように半分だけ折り目をつけます。まあ折っちゃってもいいですけど、全部折っちゃってもいいんですけど、なるべくいらない折り目はつけない方が綺麗ですね。そしたら最初のさっき折ったこの縦の線と今折ったこの斜めの線を折り寄せて、ここの部分、これをきちんと線を合わせて、縁を合わせて角まで綺麗に折ってやります。よく折り目をつけてください。こうなってます。反対側も同じように。こうです。ここまでできたら一度開きます。開いて表に返します。そうしたらこの線を、この縁を折り上げるのですが、よく見てくださいね。ここ今折り目の集まってる部分がありますよね。ここに合わせない、少し開く。ここが少し間が空くように折ってください。よいしょ。この縦のラインがきちんと合うように、そしてこの隙間は忘れないでください。次に今折り上げたこの部分ですね。この角をここに折り目があるでしょ。この折り目の部分に合わせて折ります。反対側も同じようにこの部分に、この折り目に合わせて角を折ります。そしたら一度また裏返して、こうさっきの最初につけた線の通りに折り直しましょう。そしたらまたこっち側に、顔の方に返して、そうするとここに1枚
ピラピラっと三角の部分がありますから、これを折り下げます。だんだん顔になってきました。そしたら一度裏返して、どっち側でもいいんですけど、今回は左側を折ってみますね。これをこの袋の部分をこんな風に潰します。そしたら今度はこの線をここに合わせて折ります。ここからですね。こういうふうに折ります。こういうふうに折ります。そうしたら、ここにある折り目で折り直します。この角をここに合わせて折るのと大体同じことです。そしたらこれが角の部分になるんですけど、これは大体なので目安はあんまりないんですけど、こういうふうに折ります。表から見るとこうですね。そしてこのままでもいいんですけど、こうピラピラしてしまうので、ここをですね、この縁をこっちの縁に合わせてこう折りまして、それからもしこの先が難しい人はここでやめてもいいんですけど、できるっていう人はこうやって少しだけ角を細くしてやってください。こんな感じ。わかるかな？もう一回やりますね。こう折ったら、角の方をちょっとこう手前に折るんです。そしてこうします。表から見るとこうですね。それから今度はこっち。アトムの場合はよく角がこういうふうに片方は立って片方は寝てる感じに書かれてることが多いので、こっち側の角は立てておきたいんです。ただこのままだと表情が足りないから、こう角を一辺折って、そしてこんな感じ。わかります？こうなってます。こうです。表から見るとこうですね。これでだいたいできたんですけど、これじゃ四角いので裏から見てこう角張ったところを風に折っていきます。ほっぺたのところもこっちと合わせて大体でいいんですけどね。よいしょ。こ
こんな感じに裏側を折ります。これで表に返すと鉄腕アトムの出来上がり。ウランちゃんはこっちの耳と同じようにこっち側も折るだけです。今これアトムのこっち側の耳だけ折ったところまでです。ウランちゃんはこっち側もこっちと同じように折ります。まずここに指を入れて袋を開いて、そしてこの縁をここに合わせて、折ります。そしてここの角をこの中心に合わせて、今ついてるこの折り目で折るわけですね。この中心に合わせてこういうふうに。こんな感じで左右大体同じ感じに、ちょっと難しいですけど、こっち一辺こういう風に開いてからの方が分かりやすいですね。左右が大体同じ感じになるように角を立てます。そしてこっちでやったのと同じようにこう倒してこう倒す感じ、こっちもやります。 見づらいですね。わかるかな。 この縁をこの縁に合わせてまず折ります。はい。そしたらこの部分を一辺ちょっと開いて、この部分を手前に倒す。ここに角があるのをよく合わせて、そしてこっちに手前に倒してやる。こうなります。それで今度は表を見て、この角張った部分を少し裏に折ってやってください。これでウランちゃんの完成です。